い、どうも、そしたらね、シンくんの方にまた寄せていただいたんですけど、一応ね、あの今日は、Mavic 2 Pro と Zoom どっちもね、電源を入れる、機体の方がね、あります。で、ちょっとシンくんさんの方にお願いをして、機体をね、ここの、ヘリのこうつらんとこにね、こういう風に置かせていただいて、でここからね、店舗の方を撮影して、で、Zoom と Pro と、であと Phantom 4 Pro の方を同じ場所に置いて、どのくらいの、ね、画角が変わるか、皆さんね、ちょっとコメント欄の方とかでも結構ね、Phantom 4 Pro の方からの、画角のね、こうレンズが変わって、そのあたりの方を気にされてるのが結構あったのと、であとメカニカルシャッターのところはちょっとね、比較がなかなか難しいと思うんで、まあ、とりあえずそれだけね、SD にとって帰らせてもらおうかなというふうに思ってます。はい、すいません、ちょっとね、今店舗の方、お客さんとかいてはるんで、ちょっとこちらのカウンターの方でね、こちらの方に、まずプロの方ね、Mavic 2 Pro の方を置いて、見てみたいと思います。一応もうこれ画面見てもらったらね、大体の画角っていうの分かると思うんですけど、録画の方ね、とりあえず動画の方で撮らせてもらおうかな。セッティング後の方が、とりあえずオートでいいかな。オートで 4K、 あ、一応30フレいっとこうか。30フレで、ホワイトバランスはまあいっか。まあ265いっとこう。265で、カラーは、せっかくなんで D6 ね。いっときますか。はい。じゃあ、この設定でいいかな？ね、この設定でちょっと録画を。あら、ストレージがいっぱい。なんか撮ってたかな？フォーマット？内蔵に8ギガになりましたね。あ、いい。あー、はい、SD が選択されてなかったね。はい、すいません。SD、多分カラーのはずなんですよ。あ、いけますね、多分ね。じゃあこれでちょっと動画の方撮ります。うん。今 GoPro で撮ったらこんな感じね。こんな感じの画角になるんで、ここから撮ってます。こういう感じね。こういう感じで撮ってます。違う、僕が映ったらあかんねん。はい、こんな感じで撮ってますよ。こんな感じね。はい、はい、すいません。じゃあ一回録画の方を止めまして、静止画一応ね、撮らせてもらっておきましょうか。静止画の設定が一応オート設定で、まあいろいろありますけど、 HDR で撮っときますか。これはまあ9の JPEG ピクチャースタイルが、まあ標準でいいか、カラーも標準でいくよ。いしょ。そしたらもうこれでいいですかね。はい、じゃあこれでね、とりあえず HDR の撮影の方だけ撮っていっちまいます。よっ、もう一枚くらい撮っとこうか。よっ、はい、じゃあとりあえず、これね、プロの方の、感じでした。とりあえず次、Zoom の方ね、やってみます。Zoom の方でやってみます。はい、すいません。次ね、Zoom の方。これね、Zoom の方をセッティングして、同じ環境でね、ちょっと撮ろうと思います。まずさっきと同じように動画。設定はオートの設定で、4K の30フレ、MP4 の H の265で、こうね、カラー設定は、これはもう標準でいこうか、ね。はい、じゃあこの設定でちょっと録画をしてみますね。これはね、ここでいいかな、ここでいいね。一番引いた 24mm 状態で、とりあえず録画ボタン。ちょっとずれてた。ほんでそっからこれを、はい、撮影しながら、あ、こうスムーズにはこう落ちたまんまじゃいかないのか。あ、なるほどなるほど。こっちコントローラーの方ね、コントローラーの方であれば、スムーズにここ行くみたいです。こんな感じ。
ギューッと寄って、これで48ミリ状態。ギューッと離して、このくらい。これが一番引いた状態、24ミリ状態という感じになってます。ね。あとはちょっと実際これ今撮ってるだけなんで編集して横並べたりしてね、ちょっと比較ができるようにはしてみたいなと思います。じゃあとりあえず一度録画の方止めますね。はい、じゃあ静止画の方に変えて、静止画の方も引いた状態でいいかな。 JPEG でピクチャーさん標準で、これは混んでいいか、これは混んでいいから HDR にしといて、あとの設定はもういいですね。もうこのままいきましょう。はい、いいですね。はい、じゃあもう 24mm で一番引いた状態で1回ポチ。あ、ちょっとね、とりあえず保存先見てなかったですね。もしかして、あ、 SD カードになってた、よかった。はい、じゃあちょっとこの状態で、ここの画面はなかなか、画面のボタンよりもコントローラーでやった方がいいかも。これ一番 48mm、 こっち、はい。じゃあまあとりあえずこんな感じで撮ってみたんですけど、いかがでしょうかね。はい、次はちょっとファントム4までわざわざシンクさんに申し訳ないんですけど用意してもらったんで、これもちょっと使って、同じような環境でやってみたいと思います。はい、そしたらね、とりあえずプロプラスの方を用意していただいたんで、僕もこれ見るのも、多分電源入れてるのを見るの多分初めてだと思うんですけど、画面結構綺麗ですね、やっぱりね。結構日中ね、外でもしっかり見れるみたいです。でファントム4プロね、こちらの方にセッティングして同じようにやっていこうと思います。はい、ではまずさっきと同じように動画からいきましょうか。設定の方も見ていきましょう。一応オート設定で、4K の60フレームね、60フレームで、はい、MPEG4 のホワイトバランス何してたかな。まあまあいいかね。フィルター D ログスタイル見えてるかな。スタイルは確か標準でしたね。で H265 で何か出たけど、何かが変わったかな。 D ログの、まあいいか、多分これで OK ね。はい、じゃあとりあえず動画の方撮っていきますよ。はい、あ、なんかやっぱりタッチした感じがすごいね、反応が良かったですよね。こんな感じで撮ってます、まあ、さっきと同じね。はい、こんな感じです。まあ長々撮る必要もないんで止めますね。はい、これもまた比較で横並べたりしてやってみようと思いますんでね。で一応まあまあ同じ場所に置いての静止画、さっきロー撮影なってたんかな。まあまあいいかね、今日は画角の問題だけなんで、よいしょ、まあ大体でいいよね今ね。はい、じゃあ撮ります。こっち、はい、じゃあまあこんな感じでね、一応3機種撮っていきましたんで、まああとで編集で比較しながら僕もどのくらい違うのか検証してみたいと思います。ではでは。